せーの。皆さん、こんにちは。名古屋ボーカルスクール校長の竹葉です。講師のアリでーす。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。イエーイ。あげあげあげ。イエーイ。年女でーす。あ、そうなの？はい、牛年でーす。牛年です。もう、それっぽい感じじゃないですか。なんか、動きも呪いし。じゃあ、牛年の人はみんな、もう、呪い。あ、そうか、ちょっとなんか、ちょっとディスった感じになる。しよる。はい、今年もね、楽しく、またね、YouTube の方上げていきたいと思いますよ。はい、ちょっとまだ、なまりが。ねえ、そうそう。今日仕事始めですから。そうです、そうです。ね。はい。はい、今日は、はい。またリクエストいただいた曲をね、やろうかと思ってます。ありがとうございます。はい。よくね、コメントをしていただいている、幸運を祈るっていう、日本語訳の方が見えるんですけどね。ああ、そうなんですね、はい、バイク乗ってる映像、ね、はい、はい、私ちなみにバイク持ってまして。え、そうなんですか。バイクっていうか中面持ってまして。でか先生、あれ、椅子、うん、椅子じゃねえや、バイクこうやってできるんですか。ああ、試験の時ね、やらなきゃいけないんですよね。そう、ペチャってやってる400をこうグッと上げなきゃいけない。すげえ。もちろんもちろん中面ですから持ってますよ。へえ、はい、でかいの乗ってたんですか。でかいのっていうかさすがに400は、はあはあ、足がこれぐらいこれぐらいだからちょっとイメージがそういうそう、もうバイクに乗られてる状態だからちょっとさすがにそれはって思って2班を、うん、日本のあのアメリカンのレブルっていう、あのちょっとね、マイナーって言ったらあれだけど、まあでもかっこいいアメリカン乗ってまして。どれぐらいですか先生乗ると。弟はこうなってたけど。悪そう。私は普通。あ、こうなんです。そうそうそう。でも50のアメリカンが一番似合ってたって言われて。やっぱちっちゃい。あ、髪長い時ですか。髪長い時なの。ちょっと見たいなと。ソバージュの時ですか。ソバージュの時はまたさらに昔だね。あ、また違うんですね。うん、それは大学生の頃。ああ、なるほど。かっこいいなぁ。そうだね、懐かしいね。まあまあ、あのね、リクエストいただきましてありがとうございます。オリビア・ニュートン・ジョンさんのですね。あ、オリビア・ニュートン・ジョンさん。はい。はい。の、そよ風の誘惑。もう全然わからないです。え、いつの誰の洋楽かも、あの邦楽かも全然わからなかった。そうか、私、オリビアのって言ってないもんね。あ、そう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 、校長から来て、え、何何ってまずすぐ Spotify で検索したら、アグネスちゃん出てきて、アグネスちゃんの曲かって思ったんですよ。そう、もう本当に。違います。アグネスちゃんが誘惑って歌出てもちょっと変じゃないじゃないですか。あ、まあまあ。そうね。来たこれと思って。違います。違いましたね。はい。オリビア・ニュートン・ジョンさんですね。1975年の曲です。まあ、放題がね、なぜかそよ風の誘惑だけど、全く関係ないからね。全く関係ないみたいですね。全く関係ない。全く関係ない。で、容態っていうかね、まあ、Have you never been mellow?Have you never been mellow? うん、そうそう。まあ、そのままね。Have you never been mellow? だからね。そう、絶対みんな、私、本当に何この曲って思ってましたけど、絶対知ってる曲なんだ。そうだね。絶対。アグネスちゃんじゃない。あれ違うね。違います、違います。まあ、オリビアって多分聞いたことあると思うんだけどさ、邦楽でオリビアってついてるやつあったじゃん。これぐらいの年代。オリビアを聞きながらでしたっけ？ピンポン。アンリさん。うん、そうそうそう。あ、はいはい、まあ、尾崎亜美さんだけどね。1978年か。うん。え、あれ関係あるんですか？うん。そうなんだ。そうそう。あれタイトルがね、タイトルのな、やつが入ってるの。その曲の中に。あ、そうなんですか、うん、そうそう。Making good is better かな。へ、そう、あそこはね。あ、そうなんだ。うん、へぇ、まあなんかアンリさんがオリビア・ニュートン・ジョン好きだったっていう話だったらしいよ。そこから。そのオリビアのを聞きながらのオリビアももちろんオリビア・ニュートン・ジョン。ああ、すげえ、そういうの好きです。そういうの好きです。そういうの好きです。出会った頃は、こんな日が。ちょいちょいね、もう出てきます。悲しい。そうだね。そうそうそう。な感じですわ。はあ、まあ、オリビアさんはイギリス生まれのオーストラリア育ち。ということで。うん。まあ、ちょっと、まあ、ネタ的にね、はあ、ブリティッシュ、まあ、イギリス英語とアメリカ英語と、はあ、まあ、オージーイングリッシュ、うん、まあ、オーストラリア。やっぱ違うんですか、オーストラリアも。オーストラリアはね、ちょっと、びっくりするぐらい違う。そうなんですか？びっくりするぐらい違うことがある。ああ、なるほど、なるほど。うん、へー。
では、まあ、その3つをね、考えてみてもいいかなと思って、ちょっと雑談的にね。私も、一番最初に、まあ、私はもう完全にアメリカン・イングリッシュですよ。そのね、一番最初に習った先生というか、が、まあ、アメリカの人だったので、うん、もう完全にアメリカン・イングリッシュなんだけど、うんうんうん、オーストラリアにね、ちょっと留学してる時がありまして、その時にオーストラリアで、まずびっくりしたの、to die。何ですか ?today。ああ、そうなんですか ?die ってす、死ぬって意味じゃなくて。うん、そう、そうなの。本当に死ぬと思ったんだ。ですよね、to die。そう。へぇ。a じゃなくて、i っていうの。to die。to die。good die。あ、そうなんですか。そう。good day じゃない good die。good die。そう。ええー。びっくりしたもん、本当に。全然知らなかった。私、はって言ってですよね。全然違う言語みたいですよね。そう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 。へえ、うん。まあ、die系が一番。あとは、その、なんか文化的に、ホストファミリーが、ベイシティというか、ベイエリアに住んでたから、うんうん、で、ちょっとね、お金持ちでさ、うんうんうん、エクスペンシブな感じなんですよ。うんうんうん、で、船がさ、あってさ、無人島に行けるみたいな。そうそうそう。で、バーベキューやろって言ってたんだけど、うん、バービーっていうのは。で、バービーってって言って、なんかバーベキューっていうことを教えてくれて、ああ、バーベキューなんだって言って言ったら、バーベキューってさ、普通さ、肉焼くと思うやん。そうですね、違うんだわ。何ですか？ソーセージ焼き始めて、パンに挟んで、ブーってケチャップつけ始めて。屋台が開かれる。そうそうそう、本当に。肉の肉の字もない。へぇー、串刺しのこういうのも全くないんですか？ない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 。それがバービー。バービー、バービー。不思議だなこの船の一番端っこのところに鉄板があって、鉄板にこうやってなんか玉ねぎとソーセージが入って炒め始めて、で、いきなりパン出てきて、渡されて、ほいっつって、おーんって、で、ここに、わーっつって、挟んで、シューっつって。すごいですね。そう、びっくりした。へー。バービー。でも、バーベキューなんですか？バーベキュー。あ、そうなんだ。そう。本当にびっくりだよ。すごいですね。ねえ、まあ、懐かしいけどね。いくつの時ですか？20、会社員した後だから、ね。ああ、そうなんですか。そう。うん。20後半かな。じゃあ、ある程度もう、英語は喋れる状態で行って、喋れるかどうかも知らんけどね。ああ、そうなんだ。だって行ったことなかったもん。あ、そう、あ、そうなんですか。それが初めてなんですね。うん。うん、すげえ。そうそう。だから日本にいながらでも、プロナンセーション、その英語の発音はうまくできるよっていうことの証明だよね。なるほど、生きた証だ。本当に。すげえ、うん。頑張ろうしよう。そうだね。うん。あとあれだよ、イギリスとかはやっぱりね、ブリティッシュは、ちょっと高貴な感じがするんだけど、お茶のティーとかあるじゃん。はい、あれ、ティータイムとか言うよね。あれ、お茶はティーを、そのままディナー。え？晩ご飯、うん、そうそうそう。もうティーって言ったりするんだって。え、じゃあ、晩ご飯だよっていうの、ティーだよっていうんですか？そう、ティーだよ。よくわかんない。ディナーはないんですか？ディナーもあると思うよ。あ、全然全然あるあるある。あるけど、うん、ティーって。ティータイムはティータイムなんですか？ティータイム、アフターで、晩ご飯もティー。そう、ティー。で、綴りですか？ティー。そう、ティー。よくわからんな、オーストラリア。うん、あと、チューブか。チューブ？うん。あれ。歯磨き粉ですか？サブ、まあ、そのチューブね。サブウェイっていうじゃん、地下鉄。ああ、はい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 。チューブって言うんだよ。へぇー。ブリティッシュは。T-U-B-E ですか？うん。そう、YouTube のチューブ。ああ。そうそうそう。で、The Tube っていう。へぇー。正式名称は Underground。Underground。で、上の電車は Overground。オーバーグランド。そう。かっこいい。だ YouTube はね、本当ブリティッシュ的に言ったら、あなたの地下鉄。違うけどね。あなたのテレビっていう意味だけどね。チューブってそのブランカンっていう。あー、なるほど。まあ、会社 Google さんですから。そっか。へぇー。いろいろね、やっぱり。文化の違いって面白いですね。そうね。イギリス、アメリカ、オーストラリア。まあ、一番の違い、その。三つですか。あとかさ。ああ。私はね、アメリカンイングリッシュでべーってなっちゃうけど。この間もそうでしたよね。カンって言ってましたもんね。そう、カンじゃなくて、カンでしたもんね。そうそうそう。へえ、うん。まあ、ちょっとやっぱり、なんていうのかな、キュッとしてるよね。イギリスの人って。キュッて。細いってことですか？言葉がスマートっていう。まあ、スマートだけで。そんな感じですよ。違う違う。そう。
本当ちょっとパパパパパパって早いし、タタパタトト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 っていう感じ。へえ、違う。でアメリカのやろしゃら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 みたいな感じ。言ってごなんかわかんないですもんね。でもスマートなのわかるかもしれないです、イギリスって。うん、そうだね。周りもあんまりしないから、まかない。あ、そうなんですか。そうそうそう。ちょ、イギリスに行った方がまだ私も通じやすいんですかね、ちょっと。イギリス、まあ、そうだね。イギリスの方が、多分そうだと思う。あの、ビタミン剤っていうじゃん。はあ、ビタミンってアメリカでなんていうか知ってる？え？ビタミン。欲しい。ビタミン。そっちか。違う。バイタミン。そう。そうなんです。だけど、イギリスは、ビタミンなんだけど、ビタミンじゃなくて、ビタミン。ビタミン。あ、あ、合ってたんだ。あ、あれですか？ウイルスのこと、バイルスっていう感じですか？ああ、そうそう。バイタミン。もう、なんか、バイタミン。一応私、全く喋れなかったけど、校長に本当に教えてもらって、ちょっとずつ発音は良くなってきているはずなんですよ。うん、はず。はずなんですよ。多分、メイン。だいぶ、だいぶやってもらってますもんね。そうだね。うん、だいぶ。やっぱりね、英語の発音って、その、例えば英語の先生とかですごく発音が上手な人でも、うん、歌にじゃあ、ね、移行した時にどうなるかっていう話なんだって。うん、すごい思います。これやっぱ難しい。発音もすごく難しくなるし、うん、例えばアメリカン・イングリッシュとかだと、R の発音をしながらやっぱり高音を歌うとか、うん、母音がやっぱり変わってくるんだね。二重母音とか、うん、オウとかあるからさ。うん。うん、なんかすごいそこが難しい。そう、本当に、うん、英語もちょっともっと上手くなりたいと思って習ったりはしてますけど、うん、やっぱ違うなっていうのは習って分かりました。そうだね。これはいかんと思って、やっぱまた、うん、まだまだやってます。まだまだやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、ね。はい。これからやっていきましょう。そういえば忘れとった1個言うの。何でしたっけ？オーストラリアイングリッシュでさ、はい、オージーイングリッシュでさ、はい、ありがとうってさ、はい、なんて言うかしてる？近い。Thank you. 違う違う。Thank you. た。Thank you. 違う違う。違う。た。たって言うんですか？た。ただけですか？た。そんな、そう、本当に本当に。そんななんかギャルみたいな。Hey, you're ta! ta! って言うんですか？それで通じるんですか？うん、じゃあ、ta! 今日はそれで締めましょうか。そうしようか。覚えてるから。じゃあ、はい、やっと本題に行きましょうか。はい、じゃあ、いつものやつ行きましょうか。はい、せーの、ドンはい。リエゾン、まあ、リンキングね、はこういう風になってます、はい。音が変わるやつですね。そして、今回ちょっと秀樹入れときました。そうそう。やっぱ、メローな感じを出したいから。メロー。メローな感じ。芳醇な。芳醇。やらしいな、なんか。で、ブレスは V のマークです。で、ファルセット。まあ、でも、この曲は結構高いので、まあ女性だったら結構ファルセット使ってもいいかなと思います。うん。はい。はい。じゃあ、行きましょうか。はい。まずは最初のところですね。どこに行く？真ん中に来る？あ、ここですか？ここら辺、いつもここら辺じゃなかったっけ？ここら辺でしたっけ？ちょっと離れようか。ん？ここ？あれ？ここじゃなかったっけ？私の。あ、これがね。あ、そうです。これが中央。そうです。あ、そうそう。じゃあ行きましょう。はい。ジュン、はい、ここで。お願いします。はい、私が、これぐらいです。はい。ということで、じゃあ、行きましょうかね。はい、まず、これ、ちょっと最初難しいね。there が一番難しいね。うん、there。there。うん。まあ、でも、アメリカンじゃないから。じゃすぐアメリカンになっちゃうもんね。there。there。there。そう。で、was が、was じゃないです。was。was。was。これむずいな。there was。there was。there was。そうそうそう。うん、昔なんかあったよね。あれ ?was ってなかったっけ ?was? was じゃなくてですか違う。何ですか ?was? 多分あれかな仮面ライダーかなあ、was みたいなんですか ?was? 名前 ?was? was? was? there was? there was? うん。で、was that time? was that time? そう、s と a がね、リエゾンします。で、time の mu が斜線引いてあるけど、これは音をしないです。time って言いません。time。time。うん。で、when I。When I. うん、で、また was. was. で、この s が was. 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 そう。結構すすすとかちちちとか言ってる。はい。うん。で、in. in. hurry. hurry. そう。で、私これがね、いつもね、hurry って言っちゃうんだけど、ブリティッシュだと、hurry.
ハリー。ハリー。そう、しかもあんまり巻かないかな。ハリー。ハリー。うん。ハリー。で、as you。as you。で、あ。あ。うん。で、息吸って。で、一応、I のところがちょっと色変わってるんだけど、うん、これ、なんていうの、H?ああ、そうそうそう。I was, I was. そうそう。で、ブレスして、like you. Like you. うん。で、またブレスして、there was, there was, the, the. うん。there was the day. あ、これで the になるわけですね。うん。there was the day. うん。when I just, when I just. で、t, t. そうそう。しっかり t を入れます。で、had to tell.had to tell. そう、had の do と to が一緒になって had to tell. had to tell. で、tell の l が tell って言わないね。tell. tell. うん。my, my point of view. point of view. そう、これ point of view だけど、point of view. point of view. あ、oh, of と view が一緒になってる。そう、point of view. point of view. そうそうそう。point of view. point of view. そうそう。はい、一応 view は v, v だけどね。v。うん。で、また、I was. I was. で、ブレス、like you. Like you. うん。で、一応、ニコちゃんマークがあるね。だから、had to tell とか。had to, そう。had to tell. そう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 。めっちゃ誇張してる。はい。じゃあ、やってみましょうか。はい。これ、一番最初に、はーとかあるんだよね。一応キーが C なんだけど、はぁ、い、はぁと、はぁなど。むずい。ね。むずい。すごいよね。ちゃーちゃーちゃーって言っとって、レを歌う。そう。はそう。はぁ、はぁ、はぁ、チャ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 ーってきます。ああ、なるほど、なるほど。うん、で、その後ね、じゃあ、そのままちょっと歌ってみますね。1, 2, 3, 4. There was a time when I was in a hurry as you were. I was like you.There was a day when I justHad to tell my point of view. I was like you. です。はい。ああ、これが良かったっす。これいいっす。そよ風っぽいね。そよ風、メロですよ。メロっぽいね。で、次じゃあ B メロね、行きましょうか。はい、せーの、ドゥーン。はい。ちょっと横長になるからね、ここに来る。そっちに来るかもしれない。ああ、またここ一回はしながらやるような感じ。あれだよ。あの、編集してる主任が怒ってたよ。うそもう二人だと大変だって。すいません。すいません。いつもお世話になってます。はい、お世話になってます。じゃあ、次ね。はい。Now why? Now why? Now why? そう。Now why don't me? Now why don't me? そう。don't の to は聞こえません。don't me? Don't me?、うん、to make you? To make you? From?From.、うん、で、これが from. そう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 。おーで伸ばします。で、ブレスです。で、no, I just. No, I just. そう、これは to はあんまり聞こえない。I just. I just. うん。want you. Want you. To. To. Slow down. Slow down. そうそうそう。うん。で、slow down. ってあるから、ニコちゃんマーク。誇張がすごいかな。一応ね。で、じゃあ、ここ、まあ、大事なところは、ファルセットにまあ移行するので、Now I tell me to make you fly.No, I just. って、一応、ファルセットのところは丸で囲ってあるけど、うん。別に、最初からファルセットにしてもらってもいいんで。はい、うん。じゃあ、ここ歌ってみます。はい。1, 2, 3, 4. Now I tell me to make you fly. Ooh, no, I just want you to slow down. Hey, hey. できます。ひできでもこれ本当は一息で言うんだよね。ああ。秀樹って結構止まんないと難しくない？難しい。ですよね。うん、そうだね。
まあね、オリビアもこの時も若かったのでね。すげえ、うん。今もう70代かな。そうですね。じゃあ次、サビですね。行きましょう。はい、せーの、ドゥーン。はーい。はーい。で、いきなり、って、きますね。はい。はい、で、have you? うん。never been mellow. そう。うん、で、have you never tried? そう。で、to find a? うん。comfort. なんだけど、comfort だって。と思ってるんだけどね、うんうんうん、どんだけ聞いてもコンフォートって聞こえる、フードって聞こえる、コンフォーフードフード、うん、コンフォートコンフォート、そう、へー、だからこれなんだろう、イギリス生まれのオーストラリア育ちだからちょっと訛ってるのか、コンフォートフードフォーじゃなくてフードそうフードって聞こえる、コンフォート、一応まあね、元々の人のね、歌い方をそのままやりたいので、コンフォートにします。うん、はい。で、from inside。from inside。そう。で、これ、from inside you なんだけど、from inside you。そう、side で一回ちょっと切るね。from inside のまま伸ばして、I do なの。from inside。早いですか？うん、合ってる。あ、from inside do。 そう。最後に do がある。なるほど。うん。で、have you never been? Have you never been? で、happy。これは happy ですか？ happy。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 うん。happy。British ですか？はい。はい。で、just to。just。うん、また t がないね。just to hear。Just to hear you. Hear your song. Hear your song. そう。で、have you never let? Have you never let? うん。で、someone else. そう、someone else. Someone else.、うん、で、be strong. Be strong. そう。うん。まあ、いろいろね、こういう。しんどい時もあるけれどもみたいなね、そんな肩の力入れとかんで抜いてね、別にいいじゃん、そんなに強くならなくてっていう感じ。ああ、なるほど。うん、メローだね。だからメローなんですね。今日のテーマ。そう。メロー。メロー。いいですね。じゃあこのサビのところ行きましょうか。Have you never been? One, two, three, four. Have you never been mellow? Have you never tried?To find a comfort from inside you. Have you never been happy? Just to hear a song. Have you never let someone less be strong? Be strong. そっか、うん、上がらない。Be strong かと思って。Be strong.なるほど。あ、just to hear song のところ NG って書いてあるね。song。また鼻でね、うん、抜いてもらうということです。はい。はい。じゃあ、ここ一緒に行こうか、サビ。大丈夫かな？つると言ってみましょうか。はい。はぁ、はぁ、はぁ、ちゃ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 ーん。Cha cha cha cha, da 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 da. There was a time when I was in a hurry as you were. I was like you. Cha 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 cha. There was a day when I just had to tell my point of view. I was.Like you, cha 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 cha. Now I don't mean to make you frown. Ooh, no, I just want to do slow dance. Cha 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 cha. Hi, have you never been mellow?Have you never tried to find a comfort
He sung, Have you never met someone less? Be strong. はい。うん、いいよ。おー。うんぐがあっても大丈夫。あー、よかった。結構緊張する。そうね。この曲ほんと1980年代ヒットソングの1位みたいな。あー、そうなんですか。あ、フィジカルも。そう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 、私。フィジカル、フィジカルは知ってて、知ってますよね、皆さん。びっくりだよね。あれ、本当に、ちょっとさっき話したんですけど、メドーナの曲だと思ってたんですよ。ね、似てるもんね。そう、完全に。I wanna get physical! Let's get it up, physical! もう完全に。なんか、レオタードみたいなの来ましたよね。そう、こうやって歌ってる。まさか、オリビアさんと、ここ、こう、こう、こうだと思わなくて、って。あれはもうびっくりでしょ。もうだって歌詞もすごい挑発的だもん。あ、そうなんですか。すごい。見てみよう。びっくりだよ。え、ああいう感じの曲なかったってことですか？あの人ではなかった。あ、そうか。だってあれ、フィジカル、フィジカルって言ってるじゃん。はあ、はあ、あれ次のセクションで、エニモー、エニモーって言ってるからね。もっと。すごいよ。エニモー、エニモー、I wanna get. そう、そういう意味なんだ。ああ、そっか。びっくりしたもん、あれ。すごいっすね。うん、でも、超でプーン行ったね。あ、あれでも爆発的に行ったんですか？うん、行きましたよ。すごい。なんかこの曲のメロンな感じと全然違う。全然違う。本当に。すげえ。びっくりしますよ。いいや、いいや。本当に清純派の人が急に本当に濡れ場をするみたいな感じですよ。もともとカントリーの人なの？いや、なんか、そう、本人はカントリーじゃない。あ、って言ってるんですか。へえ、うん。で、カントリーの人も、カントリーじゃないよねって言ってるけど、結局カントリーの中に入るのかな。なんかそんな感じですよね。うんうん、まあでもフィジカルだけ聞くとちょっと違いますよね。そうだね。マジか。いや、もうあの衝撃はすごかったね。すごいですね。うん、私はもう、これを知ってちょっと勉強になったね。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そんなこんなでもう30分近く、ね。すごいね。これやっぱりね、仕事始めですからね。そうですね。喋りたいこといっぱいある。そう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 、もう本当に。本当に。ずーっと家にこもってたんで。そうだね。はい。はい。てな感じでございますよ。はい。今日はね、うん、リクエストをいただきましたね。ブン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 さんからね。はい。いただきました。はい。Have you never been mellow をね、はい、箇所分析していきましたがね。はい。いかがだったでしょうか。まあ、クイーンズっていうか、まあ、イギリスと、うん、王子と、あと、アメリカンイギリッシュ、はあ、うん、ブリティッシュとかの、まあ、違いとかをね、まあ、いろいろ考えながら聞いていただけるといいかなと思います。はい。もうところどころ私はアメリカン入ってたもん。そうですか。なかなか取れん。やっぱと違うんですね、やっぱね。うん、やっぱちょっとね、私三河人なので、もうちょっと、そうだなとか言っちゃう。そうです。そうそう。あれ取れるのにね、結構大変だった。喫水の。そうそう。しょうがないね。しょうがない。ダラ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 って。ジャンダラリンでしたっけ？そうそうそう。うん。ダラダラダラ。やめりーにー、にー、にー、やめりーって。言いますよね。にー、やめりーって。本当に。私はもう大好きでございます。そこは。いいっすね、はい。そうですね。いいところですよ。いいです、いいです。はい、もう人参とイチジクしかないからね。人参とイチジクなんですか？人参とイチジクです。全然知らなかった。そうなんですか？全部そう。初めて見ました。はい。まあぜひ、ね、はい、三河地区も行っていただければなと思います。飛びましたね。そうね。てな感じで、はい、新春、新春というか、まあね、年始一発目のやつで、はい、まあ30分ぐらい撮ってしまいましたがね、いかがだったでしょうか。またコメントありましたら、こちらの方にお願いします。待ってまーす。はい。また今年もね、いろいろ新しいことしていきたいと思いますので ね、 そうですね、応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、はい。じゃあ、次回まで、はい、お会いしましょう。せーの